今泉プレゼンツファンキルのデスって遊ぼう。文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日お届け。この番組はゲームプロデューサーの今泉さんがリスナーさんからの質問や提案に答えたり、ゲームもラジオも一緒に作っちゃおうというテーマでお送りしています。今泉です、よろしくお願いします。かぶせてきた、チューズデイ。さあチューズデイもファントムキルアルマスの CV を担当してます、みともみジェラです。よろしくお願いします。そして新人声優のうつみん。はい、うつみんです。あずきちゃん。はい、あずきちゃんです。ロンちゃん。はい、ロンちゃんです。さに合わせて虹色カブトムシかっこかりです。それでさ、俺思ったんだよ、はい、虹色カブトムシって言うんだったらさ、担当カラーがいるじゃん。あ、確かに。なんでお前たちはみんな同じ色の服を着てるの。もうミスってる。カッコ借りないんですよ。これから募集をしているので、皆さん、はい、どんどんよろしくお願いいたします。見事に届いてない。今日も質問に答えていきましょう。今、今泉 P に聞きたいこと。ニャーゲルリングさんからいただきました。他のゲームのラジオだと全然ゲームっぽくなくて面白くないけど、ファンキルラジオは楽しいにゃ。今泉 P はもちろんですが、ラジオ局のプロデューサーもすごいのかにゃ。まず、まあ、ニャーゲルリンゴもね、三能のキャプテンの不活なのかっていう話ですよ。ロビーにねニャーつけちゃった。あ、なるほどなるほど。もう結局ラジオはパーソナリティが面白いが面白いんだよな。いや、もう本当そうです。あと大事なのはやっぱりラジオ局のプロデューサーがすごいのか、果たしてそうなのか。んうん、いやすごいことですよ。誰なのか分かってないからね、このラジオのプロデューサーで、俺が知ってる文化放送の人間って言ったら、そこのガヤでいつもつまんないこと言ってる。 あいつがプロデューサーなのかどうかって話。あんなプロデューサーだったらもうさ、今この聞いてる人たちみんなラジオのプロデューサーに憧れないの。パーソナリティになんかガヤしてさ、いつもさ通勤する前に今日のガヤなんてしようとか。そんな人生絶対嫌じゃん。でもチャーミングですね。可愛いですし、ちょっと楽しみにしてると思いますよ。こういう新人声優の方々にね、はい、そうやってフォローされてさ、違う、なんとか仕事取ってやろうあいつからみたいなさ、っていうプロデューサーですね。ぜひ皆さんもう一度それを思って。どうですか、感想プロデューサー。燃やしてるよ、ガヤ。ということで、ファンキルインフォメーションをお伝えします。今回の担当は、はい、ロンちゃんがファンキルインフォメーションをお伝えします。6月29日に発売された小説に登場するキル姫リサナウトが新ユニットとして登場。すごい、来ましたね。最後のロッククラブ、ぜひ皆さんゲットしてください、はい、ではまた明日。